今週の成績はこちらになります。4勝2敗。前の週まで7連敗と、チームはどん底でしたが、今週4勝2敗という結果を残すことができました。久々の勝ち越しです。週間の勝ち越しももちろんですが、去年借金12と大きく負け越しをしていた DeNA に対しても2勝1敗と勝ち越しをすることができたのが、今後の戦い上でもとても大きいと思います。5月28日終了時点のセリーグの成績はこちらになります。阪神が貯金17とダントツの1位です。ドラゴンズは今週勝ち越しをしたことで少し借金が減りました。気になるのはヤクルトが追いついたというよりも、ヤクルトが自滅して5位に下がってきています。現状は1位から3位が貯金、4位から6位 B クラスが借金という状態で、貯金は阪神が大きく、借金はヤクルトと中日が分け合う形となっています。5月28日で一区切りとなり、今週からは交流戦が始まります。パリーグの成績はこちらです。ロッテが意外と活躍検討しています。そして日本ハムも4位と上昇してきています。 A クラス B クラスのデータを見ると、 B クラスが圧倒的にエラー失策が多いということです。ただその中でも際立つのはエラーは多く一番多い日本ハムですが、防御率が 2.95 とリーグ2位の成績をしています。これから若手が伸びてさらに上位に食い込む可能性もありますし、ドラゴンズとの直接対決もとても楽しみです。これまでドラゴンズは46試合を戦い17勝29敗という成績です。投手陣はローテーションで回っていますが、一度振り返ってみましょう。まずは開幕投手も務めた小笠原、やはり今年は気持ちが入っています。本人もメジャーを目指すと宣言しているだけもあり、開幕戦での感動的な投球は素晴らしかったです。その後いいピッチングを続けて、それなりに勝ち星を重ね4勝2敗、防御率も 2.77 とまずまずの成績を収めています。ただ新之助にはもっと圧倒的な成績を期待したい。沢村賞を狙えるぐらい頑張ってもらいたいです。そして開幕2戦目を投げた涌井、今年楽天から阿部とトレードできました。序盤はいいピッチングをするものの、なかなか打線の援護がなく勝ち星がつかないという状態でしたが、ここ何試合かは打ち込まれる場面もあり、成績は1勝6敗、防御率 4.50 とあまり良くないです。ただ涌井には交流戦パリーグ相手ということで、巻き返しを図ってもらいたいものです。私が個人的に一番期待をしていた、やはり WBC の決勝でアメリカのトラウト選手から三振を取ったシーンを見ると、今年はとんでもない活躍をすると期待したに違いありません。これまでの成績は1勝6敗。防御率自体は 2.86 と、それほど悪くありません。ただ投手戦0対0など来ている中で、勝ち投手の権利となる5回6回あたりで失点をするという悪いパターンが続いているような気がします。ヒロトにはもう少し7回8回もしくは完投投げ切るということをチャレンジしてもらいたい、そう思います。そして柳も1勝4敗、防御率 2.57。 大野が離脱したことで柳が背負ったものが多かったのかもしれません。打撃の援護がないのもあるかもしれません。ただ柳にはそれでも勝つというピッチングを期待したいです。福谷は先発に復帰して3勝2敗、防御率 3.76、
まずまずの成績ではないでしょうか。ただ、横浜スタジアムで行われた DeNA 戦、初回に6点を取られ、降板するなど、ゲームを作れないという印象が最初はありました。交流戦をきっかけに、毎試合安定的にゲームを作るというベテランらしいピッチングを期待したい。福谷には10勝を目指してもらいたいものです。続いて野手陣です。シーズン序盤、ホームランが出ない。これがネットニュースにもなるほどでした。現在は少しずつですが、ホームランが出るようになり、チーム本塁打は合計18本あります。そのうち10本は、石川昂弥と細川が5本5本で並んで打っています。石川昂弥のこれまでの成績は、2割6分1厘、打点18、ホームラン5本。石川昂弥は、立浪ドラゴンズの本丸。本来、去年も4番で使って育てようと思った選手。今年、ようやく復帰をし、いきなり4番に起用され、まずまずの成績を残しているのではないでしょうか。ただ、ファンが期待しているのは、こんなものではありません。石川昂弥の、バンテリンでの大きなホームランを、たくさん見れるように頑張ってほしいです。そして、もう一人のホームランバッター、細川。シーズン序盤、新外国人のアキーノ。これまで主砲を務めていたビシエドなど、いろんな選手が、いろいろ起用され、そして2軍に行きました。結果、3番として今、結果を残しているのが、この男です。打率も3割4分と、3割を超え、打点23、ホームラン5本。慣れないファーストがいいのか、外野の守備がいいのか、細川の打撃が一番活かせるポジションをやれるのがいいと私は考えます。こちらはセリーグの打率上位5人です。今年は DeNA の宮崎が4割近くのアベレージですごい活躍をしています。そして3位の関根、5位の桑原と DeNA が上位5人のうち3人います。そして細川も去年まで DeNA の選手で、 DeNA の打撃の指導、そこは何か他の球団と違うところがあるのでしょうか。細川にはその秘密をドラゴンズで普及してもらえると嬉しいです。それでは今週のスケジュールです。今週から交流戦が始まり、火水木はペイペイドームでソフトバンク戦、金土日はバンテリンでオリックス戦が行われます。ソフトバンク戦の先発予想はこちらです。ドラゴンズは、福谷、涌井、柳を予想します。涌井、柳と、勝ち星がなかなかつかない二人が、交流戦をきっかけに、勝ち星をつけてくれることを望みます。オリックス戦の先発予想はこちらです。ドラゴンズは、小笠原、松葉、高橋宏と予想します。オリックス戦は、相手投手が山本由伸や宮城など WBC でも活躍したいい投手が揃っているので、ドラゴンズの打線はなんとかたくさん点を取れるように頑張ってもらいたいものです。それでは今週の勝敗予想。ズバリ3勝3敗。ソフトバンクとオリックスはパリーグでも現在上位につけており、実力もかなりありますので、
なんとか、ここは、負け越さない。粘り強く、3勝3敗と、イーブン。そんなゲームをしてもらうことを期待します。交流戦以降、中日の投手陣が分厚くなると思います。梅津が、手術から復帰後、最長の6イニングを無失点、2塁を踏ませない好投を2軍で見せていますので、1軍の活躍が見れるのも近いかもしれません。最近話題の少なかった根尾、2軍で先発を投げることがあります。ようやく先発調整、ピッチングの投げ方を練習できていると思います。もう少し2軍でしっかり鍛えて、夏場ぐらいには1軍のマウンドに上がってくれることを期待したいと思います。そして今年開幕直前に亡命してしまったジャリエル、その穴埋めとして新しい戦力獲得が発表されました。メヒア投手、パナマ出身で193センチ、104キロの大型右腕、メジャーの経験もある投手です。ドラゴンズのリリーフ陣が登板型になっているところがあるので、ぜひ活躍をしてもらいたいものです。